こんにちは、精神障害者 YouTuber の竹内です。今日も見ていただきどうもありがとうございます。今日はですね、サッカーのね、元日本代表としてね、活躍しましたね、日本最高のね、ボランチですよね、稲本潤一ですよね。稲本潤一選手についてね、お話したいと思いますね。まあ稲本なんですけどね、結局高校時代から大阪の高校やったんですけどね、騒がれましてね、ガンバ大阪に入りましてね、もうガンバ大阪では、まあ、ボランチのね、結局守備位置について一番光っていた選手なんですけどね、まあ、そしてね、中田秀、大野稲本、中村俊輔というのはね、年が近いのでね、非常にゴールデンエイジと言われましてね、黄金世代ですよね。もうこの特にこの稲本、中田秀、大野、中村俊輔というのはね、たまたま非常に才能のある4人がね、同世代で、しかも中盤でですよね、揃ったということでね、まあ夢のね、中田、大野、稲本、中村俊輔というね、4人のカルテットをね、期待したんですけどね、そしてですね、まあガンバ大阪で活躍をしてですよね、その後ですね、イングランドの名門のですよね、アーセナルですよね。結局、ベンガル監督にですよね、アーセナルの名将であるベンガル監督に気に入られてね、アーセナルに渡ったんですけどね。そしてそのアーセナルのにいるときにですよね、稲本が最も輝いたですよね、日韓ワールドカップですよね。日韓ワールドカップに、もちろん稲本もね、不動のボランチとしてね、出場しましてね、第一戦でですよね、1対1からね、小野のパスを受けたね、稲本が強引にね、豪快にですよね、シュートを決めてね、2対1と、一時は勝ち越したわけなんですけどね、まあ、それを、1点ね、ベルギーに入れられて同点になってね、2対2の。そして稲本がまたね、シュートを放ってね、決まりましてね、これで3対2かと思いきやね、これはもう、ちょっとオフサイドということでね、得点はならなかったんですけどね。そして第2戦もの、ロシア戦ですね。ロシア戦でね、またもやね、稲本の強烈な決勝ゴールですよね。勝利を得ましてね、日本が初めてワールドカップでね、勝ったということですよね。まあ、そういうことでね、非常にこの大会に2得点を挙げてね、中田よりも小野よりも稲本というのは活躍したというかね、この2002年の日韓ワールドカップ、もちろん日本でね、ワールドカップ行われるなんてね、今度何十年後になるか分かりませんからね、それで一番目立って一番活躍したのはもう無くなく稲本ということでね、非常に良かったし、まだまだ若干、しかもこの活躍した時点でですよね、若干22歳ということでね、しかも名門のアーセナルにいるということでね、まあ前途洋々ですよね。まあそういうことをやったんですけど、まあ残念ながらですね、アーセナルでは出場機会に恵まれずにね、退団してね、まあその後、ヨーロッパのクラブを渡り歩いてですよね、まあ日本に帰ってきましたけどね、結局ですね、次の期待されたドイツワールドカップではですね、まあ福西とね、稲本がね、どちらか先発に出たり、次の試合でどちらか違う方が先発に出たりという感じでね、半々ぐらいですよね。ということで、26歳の全盛期の場合にはですね、4年前ほどの活躍はできなかったし、結局2010年の南アフリカワールドカップでもですよね、結局後半の守備固めにね、数分間起用されただけでね、まあ、3大会連続でね、ワールドカップに選ばれるという大変なことですけどね、結局22歳の一番若い時の日韓ワールドカップがね、ずっとレギュラーでね、しかも2得点ですよね。この2得点というのはですよね、日本人ではホンダの4得点ですよね。ワールドカップでのゴールの記録のホンダの4得点についてね、2得点というのは稲本と岡崎ですよね。それでね、2位ということでね、そして1大会でですね、2得点というのはホンダと稲本だけということでね、まあ稲本って本当に偉大なボランチだったんですけどね、まあ、その後日本に活躍しましたけどね、まあ、でもまあ、稲本は大型のね、本当に日韓ワールドカップで光り輝いてね、オリンピックでも活躍しましたしね、結局、後ろにオリンピックでも活躍しだしてね、中田、中村俊輔、小野と並んで、
まあ、ゴールデンエイジですよね、黄金世代と言われてね、あの人々を魅了しましたのでね、非常にもう日本最高のね、いまだにやはり日本最高の中盤ですよね。はい、今日は稲本潤一についてお伝えいたしました。精神障害者 YouTuber の竹内です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。